はい、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 今ですね、タイのプーケット、パトビーチというで、中心の通りですね、バングラ通りって通りがあるんです。ここ55バーってね、バーとかが多いところなんですけど、今来てます。で、これからね、この日の丸しょって、回ってます。日の丸ね。日本人ね、日本自体がね、やっぱりいろんな意味でね、落ち込んでるからね、やっぱり日本に勇気づけをしないといけない、ね、日本のブランド力をさらに高めなきゃならないからね、日の丸を背負って、いろんな商品いますけどね、ね、これからちょっと頑張ってね、わお、かわいいですね、あんまりあんまり心配です、え大丈夫だって、怒られて、怒って、大丈夫、大丈夫、大丈夫、じゃあ、ナンパしちゃう、ナンパしちゃう、ナンパしちゃう、え、ナンパしちゃう、ナンパしちゃう、あ、来たの、ナンバの古山屋さんとね、日本男児として ね、 ね、歴史としてちょっとパグジンあたりさ、そっちガツンと、ね、そのためにね、鍛えてるからこう、ちょっとよ、ガタイは言うぐらい、ガタイは気に入ってるわね、でこれからちょっとマジでアギラ行っちゃってよ、もうガン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 踏んじゃって、もう行くしかないよ、これアギラもガンガンに、そこからが勝負でしょ、はい、いや、どうっすか、すごいね、これ人が多い、わお、かわいい、
ビーボーイばっかじゃないのかバングラ通りも終わりです。結構この見てください、この数すごいですね。うわー、これ韓国人か、すごいな。これ顔で分かるね、あれ顔でした。韓国人完璧だから、いろんな人種がいます。白人さんも見てる、ゴーゴーカバーで、ここでビーチの、ね、通り、ロードからセカンドロードまでの通り、バングラ通りですね。そこで終わりです。